どうも皆さん、バイオハザード5のプロデューサー竹内です。今日はですね、マイクロソフトさんの協力を得まして、この Xbox Live で皆さんに、重大な発表をしようと思ってやってまいりました。それではですね、という前にちょっと私今日ですね、バイオハザードのジャケットを着てるんですが、今日ちょっとこの場でこのジャケットは脱ぎまして、今日皆さんに発表したいのはですね、バイオハザードの発表ではなく、私のもう一つのタイトル、世界中のユーザーの皆さんがですね、続編を、お待ちになっておられるというお話なので、その続編をですね、いよいよ皆さんにお届けしようと思って、この Xbox Live のマーケットプレイスにやってまいりました。本当にですね、いろんなご意見をいただいて、まあ、いろいろと開発チームでも、検討を重ねた結果ですね、今日、まあ、一つのトレーラーという形で皆さんにご回答を出したいと思います。私たちの回答が皆さんに気に入ってもらえるかどうか分かりませんが、早速ですがそのトレーラーをご覧いただければと思います。それではしばらくの間お楽しみください。Century since colonization efforts first began on the planet ETN3. The colonists soon found they had to battle the native Acrid for control of the planet's thermal energy. These colonists came to be known as Snow Pirates. Residing on her. Let's do this.
時間が進みまして、十数年後の EDN サードが舞台になります。前作は雪の世界が舞台でしたが、そこから温暖化が進み、で雪が溶けまして、で映像で見られたようなジャングルなどのステージをはじめとしまして、またその変化のある新しくなったイーデンサードが舞台になっております。今作では前作のように一人の主人公にスポットを当てて、描いていくようなそういうストーリーではなくて、 EDN サードには本当にさまざまな雪族っていうのが、生活しております。その雪族たちに、スポットを当ててさまざまな視点から描いていくようなそういう形でストーリー構成を組んでおります。ベースとしては TPS タイプのシューティングである、ここは変わりはありませんが、映像で見ていただいたようにゲームのプレイ部分ですね、そこが大きく変わっております。ロストプラネットと言いますとオンラインバトル非常に好評でしたが、そこに対しては僕たちもすごく自信を持っていたんですが、やはり前作終わった後にユーザーの方々の意見としてすごく多かったのが、この巨大なエクリドに対して、4人でコーププレイで倒したい、こういった意見がすごく多かったんですね。ここに対しての答えがこの映像に詰まっていると思います。これほとんどゲーム画面で作っている映像で、かなり皆さんもいろんな想像力をかきたてられるような映像だったんじゃないでしょうか。はい、映像の最後に、MT フレームワーク 2.0 という文字が出てたと思いますが、カプコンのその自慢のオリジナルエンジンであるフレームワーク、 MT フレームワーク、こちらがバージョンアップしまして、今回 2.0 というものをロストプラネットから採用しております。グラフィック面での進化、こちらの方も、期待しておいてください。はい、どうも大黒ディレクターありがとうございました。皆さんの前にロストプラネット2いよいよ登場です。発売日はとここで皆さんにお話したいんですが、まだまだ開発チームの方が頑張って開発しているところですので、もうしばらくお待ちいただければと思います。それではですね、今しばらくの間、皆さんの前にはですね、なかなか情報を出しすることができなくなるかもしれませんが、鋭意開発中で、そう遠くない未来に皆さんの前に、また私たちが作品を見せできるタイミングがあると思います。その時まで今しばらくお待ちいただければと思います。今日はどうもありがとうございました。